はい、皆さんこんにちは、カリアです。中日ドラゴンズ OB を再現したいシリーズ、立浪和義選手編、続きをやっていきたいと思います。まあ、前回からちょっと時間が空いちゃったので、いろいろとやっていきたいんですけれども、まずはそうですね、ちょっとアクティブと集中力を、もうちょっと上げたいなというところですね。ほう、何かくれるの？ほう、ありがたい。集中ドリンク。どうも。スポーツ用品店、お、セヤマサイズ久しぶりにやるか。ドリンク付きにしよう。胸と背中で4セット。あざす。体力回復ドリンクは地味に嬉しい。お、スカウト。ほう、出た。え、誰だっけ。へえ、まあいいとこはいいとこだろうね。阿部比 AI で作れるのチョコ。へえ、すげえ、欲しい。どんな味がするの。 AI じゃなくて愛か。はい、これいらないって言ったらどうなる。まあ一応ありがとうありがとうってだけ言っておこう。半額バーガーか、食べに行こうか。さあ、セヤマサイズ。何これ、リング高いって書いてある。これにしよう。前も買ったけど、腹でダンベルツイスト。いつも通り4セット。はあ、アイテムゲット。トルマリンリン。セヤマサイズ、そろそろまあいいかなと思いつつ、セヤマがものすごく上がっていきそうな感じですね。じゃあふくらはぎでカーフレイズ。カーフレイズってどんなあれなんだろう。スクワットみたいなもんかな、全然知らんのだけど。気分転換ドリンク。ほう、はあ、市ヶ谷高校来たの。なんかムカつく言い方するね、どいつもこいつも。やってやろうじゃんか。さあ練習試合。でも高校野球で赤のユニフォームって真っ赤っかっていうか、この色って本当に珍しいですよね。あんまりないですよね。さあいい加減にね、スタメンを決めておきたい。さあこのチャンスはしっかり決めておきたいね。今のボールは振ってしまう。ナイスバッティング。しっかり打点を上げたね。
か市ヶ谷高校の後期かっこいいっすね。さあまたもやチャンス。うん、見えてるね。 OK、 タイムリー、 3-2。 ここは一発が欲しいけど、まあいいか。3打数4打数3安打の猛打賞、勝ったで。しかもまあ3安打打ってるから、まあいい感じですね今日は。はい、勝ちました。 4-3、 2打点。お、結構上がったね。チャンスの極意が上がった。イエーイ、よし、ついにレギュラーだぜ。おおおお、めっちゃ上がるやん。引き分けか、クソ。チェ、よう久しぶりだな。うん、まあ練習ですね。うん、いいだろう。まあ一応サードで。おお、おっと、まあ協力しましょうか。キャプテンの技はいただくぜ。意外とって失礼だよね。まあ暫定っちゃ暫定だけど、おし、やってやら。うん、この絵結構いろいろあるんだね。そうだね、この前誰にあげたか忘れちゃったな。よし、おっと、自分で食べるだって。お、出た、スカウト。お、へえ、そういう風にちゃんと思ってくれてるんだ。お、てかお前もこんなとこに来るんだな。はあ、三振いらねえ。お、そうね、今度は誰かにあげよう。よし、お、チョコレートだってもらおう。さあ、占領高校との選手練習試合ってことはやつがいるね。おう、おう、お、アイテムもらった。さあ占領高校戦、お願いします。お願いします。さあちょっといきなり2点先制されてるから、ここはなんとか。 OK、 もう一個、ナイスラン。ここはしっかり打ちたいですね。いやー、そこでファーストゴロはいかん。さっきのね、チャンスを潰したから、ここは
オッケー、いった。確定ホームラン、アザース。これはでかい。さあ4打席目か。いやー、ちょっとやっぱこうちょっと緩い球苦手ですね。あぶねえ、ちょっと際どかったな。オッケー、いけるか。もうダブルいけ、あーちょっと厳しいかな。お、いけたいけた。オッケー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 、よし、今日はもう文句ない成績ですね。ありがとうございました。っていうかこいつレギュラーやってんのか。はい、4打数3安打3打点ホームラン1本、完璧ですね。おお、結構上がるね。イエーイ。いやちょっと見くびりすぎじゃない。さあいよいよ夏の地方大会が始まりますとね。ここは宇治宮学園か。金返せ。まあ負けねえよ。え、そうなの。おう、よし、いいだろう、やってやら。さあ行こうぜ。お願いします。はい、お願いします。待って、いきなりリード3点奪われてんだけど。ここはちょっと真面目にホームラン狙いに行かないと。あーお、あら、もちろん、オーケー。うわー、まずまずまず、いいよ、危ない、セーフ。落ちるな。よし、ヒットにはなった。でもヒットじゃ意味がない。よし、逆転した。てか7番サードなんだね。オーケー、よしよしよし。あー引っ掛けた、かすった。もうよし、ひとまず勝った。最初に3点取られた時はどうしようかと思ったけど、ありがとうございました。よし、まあひとまず勝った。4-2、打点なし。よし、まあお疲れさん、金返せし。お、免許改伝じゃないですか。守備職人。さあいよいよ甲子園に行けるかどうか。っていうか矢島とかってことは小倉が出てくる。俺は勝ってやる。さあいよいよこれは勝ちたい、勝って甲子園に行きたい。
よっしゃ行こう。お願いします。あーちょっと引っ掛けた。微妙に変化してましたね。どっかで聞いたことのあるあれですね。ちょっとやっぱり微妙にストレートだけど動くね。ツーシームだから。ストレートじゃねえか。いけ、よし。あーちょっとこれシングルだな。いやもうここは完璧に決めようぜ。よし、いけいけいけ、オーケー。あちょっとこれ際どい。あやらかした。うんちょっとこれは上がりすぎ。イエーイ甲子園だ、やったぜ。ありがとうございました。いや 6-0 です。完勝です。4打数2安打2打点。おお結構上がるね。ほう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 、甲子園です。お疲れ。お前らの分も俺らは頑張ってくるぜ。ありがとう。体力回復ドリンク、気分転換ドリンク、おお結構いっぱいくれたな。はい、ということでついにですね、甲子園に行くことになりました。ということで、今回一回ここで切ろうかなと思います。次回最後甲子園をやって、終わろうかなというところになってきております。はい、ということで、中編ですね、今回はこんな感じで終わろうと思います。最後どんな選手が出来上がるのか、個人的にちょっと楽しみですけれどもやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね。